日本近畿地方大阪府屋尾市。水越水越は大阪府屋尾市の地名。現行行政地名は水越1丁目から水越8丁目。住居表示は未実施。現住所表記に変更される前は全域が大和水越だった地域で、現在の西高安町1丁目のほぼ全域も含まれていた。両政国一覧機内河内国、高安郡。 水越村干渉元年、当時和歌江城にいた畠山義成が山和国立田に陣を置いた畠山正長を攻撃しようとした時にこの地にある松の馬場から二手に分かれて立田に向かい陣南山の合戦となっている。小和豪町の写しとされる河内国一国村高控え町によると江戸時代の国高は302国余り。江戸時代以降、 幾度か支配者が変わり、漢文9年に淀ド半寮となり、幕末に至っている。明治以降の市町村政志向で北高安村の大技となり、現住所表記志向時に西側の一部が西高安町となる。町内の一番西を大阪外環状線が通り、その東を東高野街道が通る。東の山中は神田地地区となる。 2020年3月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移。国勢調査による世帯数の推移。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。ありがとうございます。